久住、えー、さん、えー、今回、ですね、えー、メールでご連絡ありがとうございます、確認させていただきました、はい、深夜、ですねちょっと立て続けにいただいてましたけれども、はいでまあ、今回、ですねあのツールのご紹介するにあたって、まあ、だいぶ言ってきたと思うんですけども、まあ、このツールを使って、まあ、月利何パー出せるかっていうスキルですね。でツールは補助的、まあ 補助でもまあまあいいとは思うんですけどもなんかこれさえあればみたいになっちゃうと要は何連敗とかした時に全然使えねえちょっとツールじゃんみたいな稼げないじゃんみたいになっちゃうんで梅田さんも梅田さんも4連敗とか5連敗する時はあるんでなのでそのなんだ絶対ではないんですね。うん、なののででそのトータルでしっかりと 利益を出すっていうところでフォーカスしてその1日で儲けた儲かんないとかいうところで見ないようにしてくださいそれを見ちゃうと要はあのじゃあ1日例えば、うん、1万円負けましたじゃあこれを取り戻したにもう一回みたいな、まあ、僕昔あのパチンコパチンコじゃないですけどスロットですねスロットやってた時あるんですけどやっぱ負けると悔しいんでやっぱあのパチやから抜け出せないですね なんか取り返すまで抜け出せないみたいなで結局ぐるぐる回ってまた追加投資してでまた負け込むっていう <laughs> でもちろんそのその時ですねあの,あの大逆転して「おし今日取り返した」みたいなあるんですけど結局それが癖になっちゃって結局じゃあトータルで見るとどうなのって話でトータルで見るとマイナスになっちゃってるんですよ。うん、一回僕も、まあ、スロットであの 100万までで持ってったことがあるんですね初心者から初めてでもパッチスローになれるぞとプロになれるぞってちょっとかん勘違いしましてでそこからそのルールを、ね、破ってしまったんですね僕が100万までスロットで増やしたルールロジックっていうのがあるんですけどこれをですね100万まだいまだに覚えてるんですけどこの10万円の札束を10個並べてお100万貯まったぞみたいな。 プロになれるぞみたいな感じがし,てしましてでその、まあ、ちょっとねスロット多分知らないと思うんですけどそのジャグラーっていうねあのピカンって光るただその光ったら当たりっていうすごくシンプルなやつがあるんですよ。で僕はそのジャグラーってやつで軍資金を作ってでその爆連機っていう結構その大当たりするとすごい爆蓮する機種吉宗っていうのは昔4号機だったんですけどそのジャグラーで コツコツ資金を増やして爆,爆,爆連機でその,たあの増やしたお金を入れるっていうことをずっとやってたんですねでそれで、まあ、100万まで行ったんですけどあのまあ何をちまよったかあの、まあ、このジャグラーっていうのはつまんないですよ <laughs> なんで、えー、その朝一から吉宗っていう爆連機にそのまあ軍資金100万あるしみたいなぶわーっ突っ込んで1週間ぐらいで100万なくしたっていう <laughs> 結局そのルールをちゃんと守るうん まあ、僕のお客さんに実際にそのスロットのプロの人もいるんですけどやっぱりそのギャンブルとしてパチンコをギャンブルスロットギャンブルって捉えてる人はやっぱりトータルで勝てないですねでもちゃんとそれを仕事にしてるえプロにしてるすみませんちょっとユニバーグがちょっとあの爪切りをつつ爪を研ぎ始めましたそのなんだ、えー、それをですね ギャンブルととして捉えるい一攫千金とかねなんかそういう感じで捉えてる人は結局スロットもパチンコもギャンブルでトータルでマイナスなんですよただパチンコでもスロットでも,でも競艇でも競馬でも全部そうなんですけど僕もう13年間ぐらいいろんなそのい,いろんなジャンルもう競馬とかあの競艇とか競輪とか <laughs> いっぱいもういろんなジャンルで稼いでる人も見てきたんですよそっち系でも。うんだけどあのー 全員勝ってる人たちっていうのはちゃんとそのロジックを作ってルールー通りにやってるんですよね、うん、だ僕も実体験でそれはあるんでお話しさせていただきましたけどもやっぱそのルールを守ってその1日2日3日4日あその負け越してああみたいにならないようにしてほしいなと絶対ではないので、うん、あとはまあ,あのまあ実際にちゃんとやってる資金管理ちゃんとやってる方はですね利益出してますんで。 まあそこはあのなんだ慣れるまでちょっと大変かもしれないんですけどもえツールの設定の仕方多分まあ設定の仕方がちょっとバイナリーをやったことがもしないんであるならばあー難しいだろうしあとまあサインの見方ですねサインが出た時のでその見方も最初慣れるまではちょっと大変かもしれないですけどえ慣れていただいて資金管理ちゃんとしていただけばある程度利益は出ると思うんで、うん、あとはまあ自分がどれまあ ぶっちゃけたのどれぐらいの金額をエントリーするかなんで、うんはい、まあエントリー金額ですねでこれもあのー、じゃあそのなんだ、えー、慣れてきたからいきなりその自分のキャパシティを超えた意見じゃねえみたいなこの意見じゃねえは危険なんで、うんあのー、本当に余剰資金で余剰資金でコツコツこう、あのー、増やしていくというとこですね。 でそのバイナリーに関してはよく投資でコツコツドカンみたいなあるんですけどコツコツドカンの場合はバイナリーはね僕はないと思ってるんですよなぜならばエントリー金額を例えばずっと1,000円でやっていけばコツコツまずドカンがないじゃないですかだってずっと1,000円でかけてるんでそのドカンないじゃないですかでこれが1,000円でかけてていきなり3万かけたらでこの3万負けたらドカンありますようんだけどずっとそのあ まあ、梅田さんも言ってますけどいや僕メンタル持たなかったんでずっとその1,000円でやってますみたいない1,000円とかあの梅田さん今1万とか2万でやってるのかなずっとそ,それでやってますみたいな、うん、まあそのそのなんかエントリー金額も最初は、まあ、それはご自身のご判断にお任せしますけれども最初慣れるまでは本当に一定の金額でやっていくというところでもちろんその一定の金額で、えー、やっていくとその。 いつ回収できるのとかなるかもしれないですけどその月で見ればねって話で、えー、それをまあ見てい,ただきたいなと思います本当目先の,あの勝った負けたで追っちゃうとその負けた時の本当の負けた時の,そのメンタルですねでそこにあの無理しちゃうことが多いんで、うん、まあ是非ちょっと。 堅実にちょっっととやっていいいたただきたいなと思いますであと特典なんですけれども、まあ、僕はそのネットビジネスの方をメインで教えてますでネットビジネスの方は、まあ、この動画も0円で、まあ、あのシェアできますし、まあ、基本的にランニングコストは0なんですよね、うん、でそこから収益が上げられるで僕としてはステップ1でネットで0円軍資金0軍資金0から収益を上げる。 ことができるスキルを手に入れてじゃあゼロから軍資金作れましたじゃあゼロから作った軍資金をお金そのお金を使って今度お金を増やすっていう投資にしてでそれで投資で増やしたお金で不動産買うっていうのが僕の,、まあ、そのまあゴールデンルールなんじゃないかなっていうのを、うん、この13年ぐらいいろいろ見てきて思うんですけど、うんはい、まあ、ちょっとねあのメインがツールを買われたとツールを買って がが欲しくてってっいううとところがあると思うんで、まあ、得点に興味ないかもしれないんですけどあの内容はですねいろいろと話してますんで、まあ、ぜひよかったらあとそうそうあのバイナリーオプションで1億まで増やした、えー、お客さんもいてるんですねバイナリーオプションで1億まで増やしたっていうでそのお客さんと得点さんではあそのセミナー一緒にやってるんで、まあ、その方がどうやって増やしていったのかっていう話も聞けるし、まあ、あとはそのトップ得点1位のトップバズに関しては まあ比較的簡単に稼ぎやすいかなと、まあ、今僕が扱ってるノウハウの中では、まあ、初心者の方でも比較的、えー、収益出しやすいんじゃないかなというところですで特典には、まあ、今度新商品で9月に出す、えー、セミナー映像ですねこちら3本ありますんで、まあ、ぜひ時間があれば、えー、見ていただければなと思います、はいえー、今回はお申し込みありがとうございました